ご案内をお願いします。希望者販売カウンターよりご案内をお願いします。希望者販売カウンターでは、ドロップ号を免許の車両や発信機器を
国立公園です。今まだ遠山でついてないね。国立公園である以前に開発が行われております、ね、それは湿地で底なし沼が広がっており、開拓をすることができなかったからです、うん、昔は開拓が進まず不毛の大地と揶揄されましたが、この不毛の大地こそが貴重な動植物の生息地であると後に高く評価され、国内第1号のラムサール条約登録湿地、そして国内では28番目の国立公園の指定を受けることとなったのです。この駅を利用される方はどんな方なんだろうと思っている方も多いと思います。ここでカヌーガイドさんとお待ち合わせをしてカヌーへお出かけされる方が多いようです。ということで進行方向左手には舗装かカヌーステーションをご覧いただけます。今日もカヌーの方いらっしゃっているようですよ。カヌー愛好家たちにとっては釧路川での川下りは憧れの川の一つなんだそうです。左右には低層湿原が広がってまいりました。この吉谷湿原、山頂たちにとってはふかふかのベッドに変わります。この辺りに温泉を構えている山頂がいるので、もしかしたらご覧いただけるかもしれません。山頂は渡り鳥で守るという
ではないのですが、今日の運転手さんいるかもしれないということでチョコをかけてくれています。他にも何か野生動物が出てきていることもありますので、どうぞ探してみてください。今の季節は可愛らしいバンビ模様のエゾシカを見ることができます。バンビというと子シカのイメージがありますが、エゾシカ、親の背中にも反転シカがいます。ありがとうございます。後ろ側の今左手川の縁にエゾシカが白いて、あ、いるいる、オレンジ色の分かんないですよね。今左手に後ろ側が見えていて、向かって左側のカーブのところにオレンジ色のエゾシカが確認できます。草はんでますね。あとここにも最近タンチョウ遊びに来ているので、河川敷もタンチョウいるかもしれません。カーブのところ左手向こう、木の下にオレンジ色の生き物がいます。エゾシカです。方はもっと清流だと思っていたという方も多いのですが、源部分にあたる屈斜路湖付近では川床が石のため澄んだ釧路川も見ることができます。この秋と1年も秋を迎え、冬になるとここは雪原に変わります。冬はここを見据える冬の出現場が走る予定です。おいおい様々な表情を見せる釧路湖原へまたぜひお越しくださいませ。またのお待ちしております。今日は白石でガラスとともにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。
乗りください。 JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。